日は大空の祭典とも言うべき航空記念日であった。最新鋭の各種の飛行機が次々と姿を現し、青空を舞台に演技を競い合っていた。藤隊員は飛行機好きの弟悟君にせがまれて、早田隊員を伴い見物にやってきたのである。すごいな、かっこいいな。サトル、すごいのはあなたのそのポップコーンの食べ方よ。こっちにも回しなさい。400人乗りの超速旅客機よ。わー、大きいな。サトル君、藤隊員の弟ともあろうのがそんなことぐらいでびっくりしちゃおかしいぞ。ハヤトさん、今何か言った？気にしないで。飛行機が空を飛ぶのは当たり前だ。面白くもなんともないね。そこで私が面白いものを見せてやろう。どうしたの、サトル？声がするんだと誰もないんだ。何にも聞こえないわよ。空耳よ。あれはなんだ？船だわ。やっぱり船だ。おお。さあ、危ない。早く車に乗るんだ。さあ早く。今そっちのものをテレビの中継で見た。一体どうしたんだ。原因は何なんだ。わかりません。あまり突然の出来事なんで。よし、現場付近の調査を頼む。キャップ、出題から仕事だよ。僕ね。サトル君も頑張ってくれ。キャップ、僕聞いたんだよ。上へ落ちるですって。ええ。上へ落ちるというのはおかしな表現だが、逆引力というか、特定の空間内で重力が逆に働いた結果、そういう現象が起きたのではないかと。そういえばテレビで見ていても吸い込まれていくような感じでしたね。タンカーが空を飛んだのも逆引力の作用ですね。どうして爆発したのかな。そりゃあ船は空を飛ぶように作られていないからさ。しかも原因をいっぱい積み込んでたんだ。爆発は当然だよ。ところで目に見えない竜巻なんて聞いたことはないし、第一、竜巻なら移動するはずだ。山本博士、これは。そう、単なる自然現象でないことは確かだね。すると、あ、その前に君たち二人に宇宙へ飛んでもらいたいんだ。人工衛星が吸い上げられたジェット気群らしい電波をキャッチして、結論はそれからにしよう。あ、入れます。そう、はい、はい。このまま永久に宇宙の木図と消えるんだろうか。何者かの仕業だとしたら絶対に許せない。
ベントリーより本部へ、ベントリーより本部へ。こちら本部。キャップ、サイレンです。家族隊の占有者を発見。何、そして3人は見当たりません。村松より早田へ、村松より早田へ。早田応答せよ、藤田に応答せよ。嵐、早田たちから応答がない。どうやら本部との連絡をやられたらしい。車の近くに流れていないか調べてくれ。了解。嵐、井出両隊員は必死の捜索を続けた。だがついに早田たち3人の姿を発見することはできなかった。一体どこにいるんだろうな。はい、こちら科学特捜隊。え、藤田に現れた。場所は28番街だな。了解。怪獣じゃないんですから。おい、起きておくぞ。はい。おお。藤君、藤君、村松だ、おやるか。藤君、どうしたんだ。いねだよ、忘れたのか。藤君。キャップ、聞こえないんでしょうか。おそらく言葉も記憶も全て喪失し、ロボットのように動かされているんだ。そう、ひどいことしやがる。村松、こうやって藤隊員が恐ろしい姿になって地上に現れたのは、何者かが科学特捜隊に挑戦したんではないだろう。一体何のために。藤君、しっかりしてくれ。早田はどうしたんだ。サトル君はどこにいるんだ。サトル君、さあ元気を出して立ちなさい。僕を呼んだのは誰。私だよ、サトル君。私は遠い宇宙の彼方からはるばるやってきたメフィラス星人。君が星を好きなように私も地球という星が大好き。さてサトル君、私は自分の星からこの地球を見ているうちに、地球とサトル君がどうしても欲しくなったんだ。でも私は暴力は嫌いでね。私の星でも紳士というのは礼儀正しいもの。力ずくで地球を奪うのは私のルールに反するんだ。そこで地球人であるサトル君に了解をもらいたいと思うんだ。サトル君は素晴らしい地球人だ。どうだね、この私にたった一言、地球をあなたにあげましょうと言ってくれないか。やだって言えば。そうだろうね。誰でもふるさとは捨てたくないもの。でもこれをご覧。宇宙は無限に広く、しかも素晴らしい。地球のように戦争もなく、交通事故もなく、
何百年何千年も生きていける天国のような星がいくつもある。どうだね、サトル君。地球なんかさらりと捨てて、そういう星の人間になりたくはないか。やだ。引き分けのない子だ。なぜ地球をあなたにあげますと言えないの。私は君が好きだ。私の星で永遠の命を与えようと言っているんだぞ。僕一人がどんなに長生きしたって、どんなに豊かな暮らしができたって、ちっとも嬉しくなんかないや。僕は地球の人間なんだぞ。ほざくな。ウルトラマン、何がおかしいのだ。メチュラス、とんだ見当違いだったな。地球を売り渡すような人間はいない。サトル君らの子供でも地球を良くしていこうと思いこそすれ、地球を見捨てたりは絶対にしない。黙れウルトラマン。貴様は宇宙人なのか人間なのか。両方さ。貴様のような宇宙の掟を破る奴と戦うために生まれてきたんだ。おざくな。この手で必ずこの美しい星を手に入れてみせるぞ。メフィラス、そうはさせんぞ。うわっ。サトル君、気分はどうかね。地球をあなたにあげますってなぜ言えないの。死んでもいいの。それでも地球がいいというのか。暴れよ。人間らしい心を失ったのか。やめろやめろ。ナース君、退却しよう。フィーター員が操られているんだ。おい、やめろ。やめてくれ。うっさ、黙ってください。怪獣も同然です。撃て。やめろ。待ってくれ。うっさ、フジ君はただのロボットなんだ。黙ってください。あれだ、正体を見せろ。お、バルタン星人。お、ケムリ人。ソラオ星人。やめたまえ、アラスパイ。争いはやめよ。戦おうと思えば、私の命令で行動を開始。しかし、私は争いは嫌いだ。姿を見せろ。その必要はない。私には君たちが見えている。バルカンもザラフもケムール人もみんな私の命令で地球を攻撃することができる。宗介、みんな我々観測総隊が退治したぞ。君たちは狭い宮を全世界だと思っている小さなアリだ。自分の力を過信しちゃいかん。私は連中のように暴力を振るうのは嫌いだ。私は人間の心に挑戦するためにやってきた。心？そう。サトル君がもう間もなく私の頼みを受け入れてくれるだろう。待て！私の頼みとは何だ？サトル君、よく考える。
君は地球のような大きな星の支配者になってなれるんだぞ。さあ、早く返事をするんだ。やだ、地球は人間みんなのものなんだ。メロスキャップ、各地の電波会社は改善波をキャッチしました。何、発信地はどこなの。滝野沢の山中です。すでに空挺隊が攻撃に向かっております。よし、中の3人を救出する。連絡あるまで攻撃中止。了解。キャップ、ハヤタ。宇宙人のマイツにかかったの。キャップ、助けて。キャップ。フジ君、サトル君。キャップ、早く駅前のスイッチを。脱出しよう。ストレッチに火が回ってる。しかし、あえたわ。おい、もう時間がない。さあ、早く。キャップ、いれ。おお、素晴らしい。無事だったか。おお。さっさと自分の星へ帰る。スパイ。さあ、さあ来い。
うわ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 、しようがない。私が欲しいのは地球の心だったんだ。だが私は負けた。子供にさえ負けてしまった。しかし私は諦めたわけではない。いつか私に地球を売り渡す人間が必ずいるはずだ。必ず来るぞ。ウルトラマンはなぜ戦わなかったんだろう。きっと宇宙人同士の会話があったんだ。あ、ハヤトさん。ハヤト。サトル君、よく頑張ったね。でも僕本当に苦しかったんだよ。死ぬかと思ったよ。よかったよかった。みんな無事でよかった。フジ君も普通の大きさになったことだし。青く美しい地球、我々はこの人類のふるさとをあらゆる侵略から守らねばならないのだ。まして地球を売り渡すような人間になってはいけない。メフィラス星人は今度はあなたの心に挑戦してくるかもしれないのだ。